アラゴスポットもしくはポワソンの起点とは、天光源からの光を球状の障害物に照射した際に、その影の中心部分に現れる起点のことである。実は1723年にジャコーム・フィリッポ・マラルディによって発見されていたが、それはほとんど知られることはなかった。アラゴスポットは、光の波動説において歴史的な役割を果たした。 その当時多くの人はニュートンによる光の粒子説を支持しており、ポアソンもまたその一人であった。1818 18年に科学アカデミーが光の性質を説明する理論を募る協議会を開催した。当時若い技師であったフレネルはこの協議会に参加し、光の波動説を提出した。この協議会の審査員であったポアソンは光の粒子説を支持していたことから、 フレネルの理論を詳しく調べ、光の波動説の誤りを見つけようとした。ボアソンは、光の波動説によれば、球状の障害物の影の中心に起点が現れることを示し、これが日常の経験からすればありえないことから、フレネルの波動説が間違いであると考えた。しかしその競技会の主張であったフランソワアラゴは、実際に実験を行い、 影の中に危険が生じるこの現象を観察することに成功した。この発見により多くの科学者は波動説の正しさを認め、フレネルは競技会の勝者となった。アラゴは後にこの現象は一世紀前にジョゼフ・ニコラドリルとジャコーム・フィリッポ・マラルディにより発見されていたことを言及した。アラゴスポットの存在は容易に理解することができる。ホイフェンスの原理によれば、 光が球状の物体を照らすとき、玉の外周のすべての点が新たな点光源として振る舞う。そのそれぞれの点から影の中心部分までは正確に同じ距離にあるため、すべての光は強め合うように干渉する。このように、この理論では影の内部に起点が生じることを説明することができるが、気化工学や光の粒子説ではアラゴスポットの存在を説明することができない。 NASA 先端構想研究所の支援も受けているニューワールズディスカバーのニューワールズイメージャというミッションにおいて反射光を隔離するのにアラゴスポットが用いられている。ないし、光源から見て円盤状であればよい。ありがとうございます。